斎藤真は中央競馬立東トレーニングセンターの機種。旧時代の使用が認められていない JRA 及びマスコミ各社の表記ルールにより一部の地方競馬を除いて競馬中継や新聞、雑誌では斎藤真と表記される。父は JRA 調教師の斎藤誠、茨城県出身。物心がついた頃から競馬場に連れて行ってもらい、 人馬一体となっている姿に感動して、騎手を志すようになる。子供の頃は、馬が怖かったが、乗馬クラブに通うことで次第になれ、2013年11月3日、中学1年生の時に、東京競馬場で行われた第5回、ジョッキーベイビーズで優勝。表彰式では、将来は騎手になりたいと、インタビューで述べた。2016年に、 競馬学校騎手家庭に入学。2019年2月、競馬学校騎手家庭を卒業。卒業式当日に行われた、卒業狂乱の模擬レースを勝利して、競馬学校チャンピオンシップ総合優勝者に輝き、アイルランド大使特別賞と模範賞を受賞した。父は、美穂所属の調教師であるが、一緒にいると甘えているように見られるので、 お互い離れていた方がためになると思ったとの理由から立党所属を選択し2019年3月に安田孝幸急級者から騎手デビュー。デビュー翌日の3月3日の小倉第四競争を自給者のアルファライズで制しデビューから10戦目で初勝利を挙げた。同期の中では一番乗りの白帽子であった。さらに 同日の 7R では、父の管理場オーケストラに帰場して一着となり、通算2勝目を親子のタッグで飾った。デビュー年ながら、地方交流のスパーキングレディーカップでは、父が管理するマドラスチェックとコンビを組重症初帰場を果たした。また、函館記念では同じく父の旧社のブラックバゴに帰場し、第36回、ホープフルステークスでは、 初 GI 騎乗も果たすなど、JRA で42勝を挙げ、2016年の木畑拓也以来となる JRA 賞最多勝利新人騎手を受賞。加えて、中央競馬年間ホップ賞、関西も受賞した。2020年7月5日、単賞13番人気のラブカンプーで CBC 賞を制し、重賞初勝利を挙げた。目標とする騎手は、川田章宮夢は、 外旋文章を勝つこと、明慶学園中学出身、ありがとうございます。